皆さん、こんにちは。テクニカルアナウンスの森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いいたします。今日は5月の17日の火曜日でございます。お題はこちら。マザーズ銘柄、急落続出、転換ならずということでね、雲を超えて転換を期待しているマザーズ指数なんですけども、今日はちょっと急落が多かったという話でございます。で、個別で見ると、日本優先、フェローテック、三菱 UFJ、スクエアエニックスメルカリと、マザーズの話はここからと、あと指数の売買戦略ですね。ここで出てきまして、個別でそれぞれ動いてますので、チェックしていきましょう。ということで、 このチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返り毎営業日夕方5時でやっておりますえ皆さんと毎日株について振り返ってます明日もやりますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いしますでは早速今日の振り返りから見ていきましょう今日はですね日経平均トピックスが上昇マザーズが下落という風になってますねで日経平均が 0.42%112 円のプラス マイナスで始まった。まあ、若干プラス、マイナスいってからのプラスかなーっていう感じですかね。ま、あでも小幅なプラス、あんまり強くないという形ですし、ちょっとマイナスに触れた時にはね、ちょっとかなりネガティブだったなというふうに感じてます。で、あとトピックスが0.19%下げ幅は限定的。マザーズが結構急落が多かったという形ですね。日経ーキ、値上がり銘柄数の方が多く、今日はね、ゲーム株の値上がりがすごく目立ってた感じますね。ここでもコナミ、ネクソン入ってます。バンダイナムコも入ってますね。で、今日、あの、スクエアニックス見ます。 のでぜひぜひチャートご覧いただければと思います。一方、マイナスの方を見ますと、朝日、これは値上げを交換されなかったっていうことですよね。であったりとか、あとはまあ、バーリュー優位でグロースが売られる、M3 売られるみたいなことは続いていたのかな、なんていうふうには思います。バイバイだけ見ていきましょうか。はい。トップがレザーテック、これは高幅高、ソフトバンクグループも高幅高なんですが、今日はね、海運が意外に強かったですね。日本予選が1万円を超えたっていうのは、一、まあ、つの節目なのかなというふうに思うんですが、やっぱり相変わらず川崎汽船が強いですね、にはなっております。 おりますであと目立ったところだと、朝日とか三井松島の連続ストップ高、これも気になるところですね。 え、こちらグロースですね。今日はやっぱメルカリの4%の下落。J タワーの5%の下落。そしてフリーの4.89%の下落。ヘンゲの6.63%の下落。まあこの辺でもなんか目立ってますよね。小粒な株は結構上がってたりはするんですけども、主力株でマイナスが非常に多いということでございます。ちょっとやっぱ注意が必要かなというところで、最後指数のね、売買戦略のところテクニカル分析までご覧いただければと思います。では個別株見ていきましょう。まずは日本優先ですね。で、ここに書いてあるのが 海運株へのシフト、資金シフト目立つ、バリュー株優位で優先は1万円台の大台回復ということです。どの辺まで来ましたでしょうかチャート見てみましょうか。はい、このような形ですね、えー。今日の高値が1万150円ということで、4月20日のザラバ高値1万40円を超えました。終わりにもですね、1万70円ですから、それも超えているということですので、まあ、この動き自体はとてもいいことだと思っていますね。えー、かなり上昇してきましたので、これが2 0 0日線で、これが25日線ここもちょっと上向きになったんですね。えー、ただ今 今、まあ75日線が1万80円、今日の終わり値が1万70円ということで、ここを超えられるかどうか、この辺がやっぱ抵抗にもうね、1回2回となってますので、まあ3回目なるかならないかっていうところが、まあ次なるポイントかなというふうには思いますが、まあ1面、1万円という大台を超えたこと、直近高値を超えたこと、これはとてもいいことかなと思います。ただ、まあ給ですね、今日おそらく更新されるかなと思うんですが、信用倍率がどれぐらい変わるか、 信用改ざんがどれくらい増えるか減るか。この辺に注目をしております。で、川崎汽船なんかは上昇トレンド鮮明になってますので、ここはいいとは思うんですけども、所詮三井どうでしょううん、ここは高値超えてる感じがしないんですね。なんで、3社が、まあ、まちまちといった感じでございます。続いて、三菱 UFJ 見ていきましょう。はい。三菱 UFJ の今日の下落はね、意外だったと言われております。まあ、現役ガイダンスで上値、ね、重いということで、ちょっと予想が出しづらいのはあるんですが、還元にかなり注目がされてました。そして今日はね、バリュー株優位ということですか まあ、バリュー株である銀行株そして、決算を発表ししし還元が拡充されたとというところではあるものの下落してしまったとということですねそして、まあ、チャート的にもこのような形で大きな陰線を引いてしまった。全寿指示プラスで始まって大陰線で終わったっていう感じですよね。こちら、安値引けになってますから、まあ、やっぱりネガティブに捉えられた側面が大きかったのかなというふうに思います。還元だけではどうにしようもならないということなのかなって感じですね。えー、チャート的にもですね、まあ、直近安値も割り込んでますので、明らかに 3月23日以降の下降トレンドががずっととと継続してていいいるという,ふうに見ておいた方が無難かなと思います現状25日線下向き、75日線はほぼ横向き、安値更新ということになってます。他のメガバンプクのチャートもちょっと見ておきましょうか。三井住友もこんな感じで、水穂がこんな感じ。水穂は安値更新ですね。なんで、ちょっとやっぱ銀行が今上がりにくい状態にはなってきているということでございます。続いてフェローテック見ていきましょう。半導体の材料メーカーですかね。になってますけども、 ストップ高をしておりますで、まあ、1日遅れ、ピークの1日遅れで決算発表して、決算発表後の初めての営業日ということになるわけですね。えー、で、フェローテックがですね、前期比3.2倍の259億円、配当も増額ということですから、まあ、非常にこう、交換されてね、えー、なってますし、これが結果ですよね。はい、えー、チャートを見ましてもこのような形ですね。3月8日がそこになっていて、ポンと抜けてきたって感じですかね。3月25日の高値を明確に超えてますので、ちょっと変形 型で、はありますが回25日、75日がちょっと上向きに変わりつつあるということですね。今後200日が今のところまだちょっと下向きですからね。この辺を超えてくるかどうか、そして3000あたりを超えてくるかどうか、明日もね、ちょっと動きとしては注目していきたいかなと思います。で、現状のフェローテックの下績の成長予想みたいなものを見てみると、このような形にはなってますね。やっぱりまあ直近の,のね、成長がね、本当に強いということでございます。 3ヶ月分の決算を見てみて、うん、この辺もやっぱ伸びがね強いですよねこういう会社は今やっぱ評価されますね今回ね結構この3ヶ月でちょっと と減速しちゃった会社って結構今回多かったんですけどもこの三ヶ月分でもしっかり伸びた会社はやっぱり評価されるんだなということを実感しております続いてスクエアエニックスですね今日は4.08%の上昇ということですで、13日に決算発表しているんですけども41%増上振れ着地2期連続最高益ということですねになっていて、まあ、決算は好調であるということとあとはあニュース的にはこの辺でね、テクニカル上抜けてきたぞというようなニュースが出ておりますチャートぜひ見ていただきたいんですが このようなな形になってきててきいまして4月22日にね、安値をつけておりますが、まあ、決算発表が13日、13日から2日続進という形になっているので、まあ、非常に面白い形にはなってきたかなと。で、今日で直近高値をザラバでは超えていて、今日の終わり値が5870円ですから、こちらのまあザラバ高値を終わり値と同水準になっているということですね。200日はほぼ横向きですから、で、25日、75日が上向きに変わりつつありますから、まあ、非常に安値圏でもしかしたら底打ちが期待できるような、そんなチャートに見えます。 いるかなというふうに思いますえグラフ内の平均 pr から見てもですね現状はまだまだ割安水準ですし今ゲーム株が全般的に上がってきてるということですねなんかこうコロナの銘柄のイメージが強いんですが非常に業績が好調だったのでゲーム株は注目してみても面白いんではないでしょうかはい、えー、一方でですねマザーズですねちょっと今日は残念な結果になってしまいましたそしてその中でも一番の主力株メルカリも4.13%の下落、えー、先ほど売買代金のところでも見ていただきましたが主力株がの 沖並み大きく下落している株が目立っていますよね。バイオ関連創生や GNI を除いて、まあ主力株が大体下がっているようなイメージを持っております。で、メルカリに関しましては一つ材料がありまして、配送サービス利用料金を6月16日から値上げ、物価上昇などを考慮ということですね。まあこれは別に業績が上がるとかそういう話でもないですからね。ここはもうもうみんなで我慢するしかないみたいな感じですから、株価にとってはちょっとマイナスでしかなかったことと、あとは昨日はナスタック市場の難聴っていうのがね、 グロース株売りの流れを作ったということでございます。チャート見ていきましょうか。メルカリのチャートですけども、まあ、こんな感じですね、えー。今日の安値がですね、いくつか2091円。5月12日につけた安値が2072円ですから、まあ、ほぼほぼ安値水準にいるということですね。で、今日の終値2100 14円ということになってます。もう本当に安値、もみ合い券、ここを抜けることなく、未だ25日や75日、200日、すべての線が下向きで、株価が下にあるという状況ですね。非常に厳しいなというふうに思います。ちょっと5日線に変えてみますね。5日線に変えてみたら、うん、まあ、5日線にまた下に潜っちゃった感じですよね。サポートするというよりは、またちょっと下に抜けるかもしれないみたいなね。そんな流れが出るかなと思います。ちょっと今夜のナスタックや、あとはアークイノベーション ETF、これも結構機能してるというふうに言われてるんですが、 イーロン・マスクさんがね、ツイッター買収をちょっと見送るみたいなニュースが出てきましたから、それによってアークが下がり、テスラが下がり、そしてマザーズも下がるみたいな、そんな流れももしかしたら関係してるかもしれないということでございました。はい。では指数見ていきましょう。今日の日経金株価ですが、今日上昇したことによって、 で、えー、雲の中はなんとか維持できたということですね。そして今日の基準線の値が26,634円。えー、今日は26,659円で引けていますので、基準線も超えてきましたよということです。ただ、基準線が明らかにまだ下向きですから、基準線が上向きに転換しないと厳しいということにはなります。で、基準線は26日間の高値プラス安値割る2ということになります。で、ここがコースパンですから、ここまでが26日間ということで、高値というのがここの値、安値というのがこ,この値。 で,す、ね、で今後どうやって動いていくかというとですねこのまま横ばいのまましばらく動いていってここを越えたらまたちょっと下向きになるっていうことですね。 え、になっていきますので、えー、この高値をね、超えてこないと、基準線が上向きにならないというところ、ちょっと下向きになりそうだっていうところは押さえておいてください。ただ、マックリーがですね、ゴールデンクロスもしかしたら起こるかもしれないというところまで来ましたから、これ起こればですね、えー、雲の上まで抜けてくるような期待なんかも持てるんじゃないかなと思います。ただ、トピックスはですね、残念ながら、雲、そして転換線が非常に抵抗してるなという感じを受けますね。えー、このマックリーに関しましても、わずかに上向きはなんとか維持できてますが、ちょっと日経平均株価よりは勢いが ないといとった印象を受けますマザーズ見ていきまずは、今日は陰線をつけまして、やはり転換線よりも下にいる。当然ですね。今日は1.88%のマイナスになってますんで。で、まあ一番の期待としては、ここ、ここ、この辺のこの雲のねじれで転換をすることを期待はしていたんですが、今のところはまだそのね、動きが見られていないということになってます。まあ安値は割れなければね、もちろんまだまだ可能性は残されてますが、せめて短期の線を超えるとかね、まあクリーのゴールデンクロスがあるとかね、えー、まあそういったサインは、 まあ、待ちたいところかなちょっと期待したいところかなというふうに思いますがそういったサインが満たされずに安値を割れてしまったらずるずるまた下がるようなまあ展開がイメージできるかなと思いますまあそうすると多分600ポイントぐらいがまあ今後の目安になってくるのかなとは思いますがどうでしょうかその辺ね、えー、じっくり見ていきたいと思いますでは今日もお知らせを入れさせてください、えー、次の講演が決まりまして6月の18日の土曜日13時55分から14時35分オンラインでのまあ参加なんですけどもログミーファイナンスというところで IR 講演のねえが決まっておりますのでもしよろしければぜひご覧ください くださこうやってもね自由に選べるんで何でもいいんですけどもまあ皆さんにお役に立つ内容をしっかりと作っていきますのでぜひぜひよろしくお願いいたしますえー、また個別銘柄をとことん分析するマガジンですね毎週金曜日やっておりますでエクセリアルズを分析しまして今でクセリアーズ上がってますからねこれでも密かに狙ってるんですけどもちょっとポンポンと上がりすぎていくのでなかなかゲットができないということでございますまた本もね非常に好調でございまして書店購入キャンペーンねずっと続けてますのでもしよろしければぜひこちらの記事ご覧になってみてくださいでこちらはですね最新式用のエクセルのそれにプラス解 動画がつくんですがちょっとまたアップデートしようかななんてちょっと密かに考えてます決算ね応援、えー、ましたのでいろいろ決算結果が出てきましたからね、えー、そこについてちょっとアップデートをしてお伝えできればななんていう風にちょっと密かに考えておりますまだね、えー、申し込み全然間に合いますのでもしよろしければ書店で購入された方インフォンサイトで購入された方ぜひぜひ申し込み検討してみてくださいまたあの iCloud のメールとかねあとはどうしてもメールがブロックされたりとか迷惑メールに入ったりとかっていうそういう可能性もありますので、えー、ここで申し込んだんだけどもまだね特典が届いいてないんだっていう 方はですねぜひ SNS の DM でもいいですし僕の Gmail でもいいんですけどもぜひぜひご連絡いただければという風に思いますよろしくお願いしますでは今日はこんな感じで終わっていきましょう今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンまた明日以降も分析続けていきますので明日も聞いていただける方はぜひ登録の方よろしくお願いしますではまた明日テクニカル分析でお会いしましょうさよなら